ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、聞いて聞いて。油見長男が、くっそかっこいいゲームコントローラーをゲットしたよ。え、コントローラーにかっこいいとかかっこ悪いとかあるの？まあ、何も言わずにこれを見てくだしゃんせ。なにこれ？くっそかっこいいんだけど。でしょ、でしょ？スケルトンのボディの下には、七色に輝くネオン管チックなギミック。これでテンションが上がらないことがあろうか？いや、ない。わざわざ半語で強調せんでよろしい。でも、これほんと綺麗だしかっこいいね。ちなみに何のコントローラーなの？基本は PC だね。パソコンでゲームする人をターゲットにしたんじゃないかな？接続が USB ケーブルだしね。パソコン以外でも使えるの？一応、商品説明では PS4、PS5、そして Switch で使えるみたい。でも、USB ケーブルしかないから接続にはアダプターがいるんじゃないかな？これは PC に繋いで電源を入れたんだね。そうなんだよ。で、一つ重大な問題が。え、何か問題があるの？実は私、ゲーミング PC もプレステもスイッチも何も持ってないんです。なんで、そりゃあ。つまりは、全く使い道がないってこと？まあ、そうとも言う。バカなの、霊夢？いや、実はちょっと訳ありで、そのうちその謎は解けるよ。まあ、その時が来たら教えるんだぜ。じゃあ、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。